はい、こんにちは、ジンペイです。今日も夫婦円満のコツをお話したいと思います。今日のお話は、夫婦円満のためには夫婦円満を目指さないです。これは矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、かなり真実だと思います。ではなぜ夫婦円満を目指してはいけないのかをお話ししていきます。結論から申し上げますが、夫婦円満は目指すものではありません。夫婦生活の中で結果的に現れる現象のようなものだからです。ちょっと何言ってるかわからないっていう感じですかね。わかりやすく説明するために僕の経験をお話ししようと思います。新婚当初から3年くらいの間ですかね、僕も夫婦円満を目指していました。当時の僕は妻と喧嘩をせず、夫婦が仲良く穏やかに暮らす生活を夢見ていました。だから何をやっていたかというと、妻と喧嘩をしないようにするということでした。妻と喧嘩をしないようにするということは、自分がちょっと腹が立ったり嫌だなと思ったことに対して我慢をして喧嘩をしないようにしていました。また妻が文句を言ってきた場合も、僕が喧嘩をしたくないのでなるべく冷静に話をして穏便に解決するように心がけていました。しかしこれが全くの間違いでした。まず自分の怒りを抑え込んでいるので非常にストレスがたまりました。また妻に対して冷静に話し合いをすることも、一見良いように見えますが全く良い結果を見ませんでした。これは何年後かに当時のことを妻に聞いて分かったことなのですが、妻は冷静に話をしてくる僕をなんだか真剣に妻と対峙していないように感じていたようです。妻はこっちが熱くなっているのに、なんであんたは熱くなってないのよと思っていたようです。つまり喧嘩をしてはいけないと思うあまりに、妻と真剣にぶつかり合っていなかったのだと思います。いや、僕は真剣にぶつかり合っていたつもりでしたが、妻にはそう受け止められていなかったようです。だから喧嘩をしないようにすればするほど喧嘩が多くなっていきました。そして僕の方も我慢に我慢を重ねていった結果、堪忍袋の緒が切れて大喧嘩になりました。そんな大喧嘩ばかり続いた結果、とうとう離婚寸前まで行きました。当時は妻が家を出て行ったり、僕が家を出て行くこともありました。本当に離婚するかもしれないなと考えていました。自分の両親や相手の両親にも離婚するかもしれないと伝えてもいました。しかしあと一歩のところで踏みとどまりました。なぜ踏みとどまれたのかは自分でもよくわかりません。ただ子供のためにということがあったことは否めません。決して子供がいたから仕方なくというわけではありませんが、子はかすがいとよく言ったもので、子供のためにまず仲直りしてみようと思ったような気がします。そして喧嘩はしたけど、それでも一緒にやっていこうと決意し、妻と誠心誠意話し合いました。とはいえそれがきっかけになり、夫婦円満を目指し喧嘩を回避しようということをやめました。喧嘩をしたって仲直りをすればいいんだと開き直りました。すると不思議なことに、逆に喧嘩の回数が減り、喧嘩をしても仲直りまでが早くなりました。なので夫婦円満のためには夫婦円満を目指してはいけないのです。夫婦円満のためには喧嘩をするのは当然、喧嘩をしたってまた仲直りすればよい、喧嘩したって不幸になるわけではない、喧嘩をしても幸せになれるというマインドセットが必要です。毎回同じことを言ってしまいますが、それはもうすでにできている、そんなこと常識という方も大勢いると思います。しかし僕と同じような行動をし、ストレスを溜めてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな人は夫婦円満を目指さず、喧嘩したって大丈夫という気持ちになってみるのも一つの手だと思いますので、やってみてください。それではまた。